プロの芸人さんなら同じ芸人さんのネタを目の前で全力でやられても最後まで笑わずにいられることはできますか？なるほどね。芸人だから。いやでも一応もう何百回、何千回、何万回とね、はい、ネタを見てきた人ですから。はい、だから今日は斉藤くんがせっかく来てるんで、斉藤くんのいいネタを。なるほどね。目の前で全力でやってもらって。なるほどなるほど。だからこれはもう私のプライドの問題でもあるからね。そうある種。じゃあちょっとあの笑わずにいることぐらいこうできるんじゃないか。プロの目で見るっていうことね。そういうことだね。いやこいつどういう仕組みでネタ作ってんのかっていうそのプロの目。そうです。笑ったらもうこの終わりね。終わりです。お客さんになりがちなところあるから俺は。はいはい。それよくない。はい。俺はいいともの最終回でさんまさん出てきて俺手振ってもらう。お客さんになりがち。お客さんになっちゃった。毎日。それでは、それいけ斉藤くんのネタです。どうぞ。来たよー、それいけ斉藤くん。ちょっと待って、アウト。リチとさ。ごめん、まだなりきれなかった。ごめん。おかしいでしょ。まだね、あれだったよ。ネタ始まってないですからね。そうなんだよ。毎日。斉藤くんのネタ映らなくても大丈夫？音だけ大丈夫？ああ、もう全然それぐらいで大丈夫。こっちもいい、はい、もう全然はい、もうこれで、はい、はい、あ、そう、もうその顔でいきましょう。じゃあレディー4で、はい、じゃあそれいけ斉藤くんです。どうぞ。来たよー、それいけ斉藤くん。何なんだよ。もうゲラやね。違う、もうリピートしすぎて来たよがスイッチ。もうリピートしすぎたせいで。俺も見てないね。ダメでした。立花とかいてくれたらな。あいつちゃんとすんねえかな。俺はダメ。ごめん。何やったんや。毎日健康だよ。